教習オペレーターの基準は厳しいよ。私の動きについてきて。全力でかかってこい。私を楽しませてみろ。何か考えた。己が存在を自らに問え。この辺温度が低すぎるかな。急に発火したら、それはただの副作用だからね。決まった。何時らの合間、我が意向にかき消されたり。無駄な犠牲だって、代価のない勝利だって存在しないんだ。